貯金。どうも、ドクター森野です。そういえば、借金についてですね、お刺身おじさんからアドバイスをいただきまして、私はこう借金とやってしまうんですが、そうではなくてですね、同じ方向に借金ではないのかというご質問がございました。まあ、どちらが正解というわけではないのですが、私も意識的にですね、使い分けをしてやっていきたいというふうに思います。お刺身おじさん様、ありがとうございました。それでは、今回ご紹介するのはプラウドシティ東雲キャナルマークス、こちらの予定価格と間取り、そしてブライトコートが販売開始になりましたので、そちらについてご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはプラウドシティ東雲キャナルマークスです。何度かこれまで記事化していますが、今回ブライトコートの販売が開始されたということで、改めて共有させていただきます。先日私もご案内で東雲エリアにこう行ってきたんですけれども、最初はですね、オーバル型ということで、そのこう、まあ、リングのような形態のですね、基礎からどんどんこう出来上がってきて、先日行きましたら、かなり高いところまでこう出来上がりつつあるなという感じがしました。まあそれはそうですよね。まあ時期が過ぎているので。当たり前といえば当たり前なんですけれども、外観の雰囲気が少しずつですね、浮かび上がってきたなという印象を持っております。ブライトコートは東向きとなりますので、若干隣のビルが気にはなるものの、狭めのお部屋が多いため、表面上の価格が目に優しくなっております。それぞれのですね、アクアコート、フロントコート、ブライトコート、ガーデンコート、それぞれの配置につきましては、マンションマニアさんのブログの方もご参照ください。それでは、価格と間取りの一部を共有いたします。BF タイプ、2LDK 60.86 平米。こちらですね、2階から14階までございまして、物件価格は5759万円から6759万円。坪単価としては312万円から367万円の幅で価格の設定がなされております。続きまして BE タイプ 3LDK 65.46 平米、こちらも2階から14階までで、物件価格は5879万円から7059万円、坪単価は296万円から356万円の幅となっております。続きまして BD タイプ 3LDK 70.29 平米、2階から14階までの物件価格は6269万円から7379万円、坪単価は294万円から347万円のレンジです。続いて BC タイプ 3LDK 70.29 平米、こちらも2階から14階、物件価格は6269万円から7349万円。坪単価は294万円から345万円。続いて BB タイプ 3LDK 65.46 平米。こちら3階から14階まで、物件価格は6079万円から7019万円。坪単価は307万円から354万円の幅となっております。続きまして BA タイプ 2LDK 60.86 平米、こちら3階から14階までが5839万円から6709万円、坪単価は317万円から364万円になっています。60平米のですね、 2LDK でもお風呂サイズが1418サイズというのはいいですよね。ブライトコート平均坪単価としては320万円を超えてきますから、東雲エリアとしては目が痛いことは確かですが、東京湾岸の新築マンションというジャンルの中では、表面上の価格としては手が出しやすいことは確かです。ですので、プラウドシティ東雲キャナルマークスの中では動きそうな棟ではあります。管理費が平米あたり約315円とそこそこ高いため、維持費では晴海フラッグと大きな差がないんですよね。晴海フラッグは占有面積が広い、お部屋が多いですから、表面上の価格としては勝負できています。ブライトコートはどのお部屋もエレベーターが近くにあり、ゴミ置き場へもですね、行き来しやすいですから、動線は悪くないですよね。
とはいえタワーの縦移動に慣れている方からすればですね、メールコーナーや共用施設などへの横移動は大変に感じるかなというふうに思います。フライトコートは平置き駐車場とバイク置き場へサクッと出られるのもいいですよね。平置き置き場ですからストレスが少なくですね、車を日常使いできることでしょう。それでは前回の記事と同じ内容となりますが、周辺相場を今一度確認しておきましょう。ダブルコンフォートタワーズ2005年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約160万円、現在は約215万円です。アップルタワー東京キャナルコート2007年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約180万円で、現在は約225万円です。キャナルファーストタワー2008年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約195万円で、現在は約230万円。ビーコンタワーレジデンス2009年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約250万円で、現在も同じく約250万円です。ブランズ篠の目新築時の坪単価は215万円で、現在は約230万円です。ザ・湾岸レクスガーデン2012年築ザ・湾岸タワーレクスガーデンですかね、2012年築篠の目2丁目新築時の坪単価は約225万円で、現在は約245万円です。クラウドタワー篠の目キャナルコート2012年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約235万円で、現在は約260万円です。パークタワー豊洲2013年築豊洲4丁目これは橋を渡った方ですね、豊洲の方に新築時の坪単価は約260万円で、現在は約295万円です。パークタワー篠の目2014年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約225万円で、現在は約290万円です。クレビア豊洲2017年築篠の目1丁目新築時の坪単価は約280万円で、現在は約290万円です。新築にこだわらないというのであれば、プラウドタワーやパークタワーも手が届いてしまうため比較検討はしても良いのではないでしょうか。というのは周辺中古よりですね、新築が高いことはこれは当然なんですけれども、良質な築浅中古マンションが多いエリアですよね。また篠の目エリアというのはエリアの中でもですね、いろんな特徴のある物件が建っているので非常に選択肢が多いと、それは当然価格面での選択肢や立地上の選択も多いというのが特徴かと思います。だいぶですね、晴海フラッグに話題を持っていかれている、晴海フラッグの売り主にですね、野村不動産もいますから企業としては問題ないんでしょうけれども、晴海フラッグに話題を持っていかれている感がありますから、晴海フラッグの一期までは様子見の方も多いことでしょう。晴海フラッグは2019年7月26日から第1期登録受付開始からの2019年8月4日締め切りを予定しております。抽選は締め切り翌日に行う予定です。プラウドシティ篠の目キャナルマークスの入居は2020年、一方晴海フラッグの入居は2023年3月と、この3年の差、こちらはやはり大きいですよね。それでは再度のご紹介となりましたけれども、今回はプラウドシティ篠の目キャナルマークス、こちらの物件紹介をさせていただきました。また、追加でご報告することがございましたら都度ご案内させていただきます。それではまた皆さんお会いしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。こちらの物件、近くにパチンコ屋さんがありますけれども、こちらはどうなるんですかね。これからもまた存続し続けるんですかね。どうなるんでしょう。あ、そういえば、もっと大事なことがありました。篠の目
あのイオンの近くにですね、信号ができてましたね。お子さんのためにも安全に配慮した町として、徐々にこう発展しつつあるというのはとても素晴らしいなというふうに思いました。そちらを述べておけばよかったですね。はい、ではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。